50代60代の方が10年以内に資産形成してファイヤーするために取っていくべき戦略は、取り崩し金額を少なめにして長期で受け取るというパターンもあると思いますので、346ドルから106ドルまでなんと株価が3分の1まで大暴落しました。ライオン兄さんの米国株ファイヤーが採用ということで、今回のテーマはこちら。50代、60代が10年でリタイアする投資はこれだ。オルカンは不要なのか。このテーマについて解説していきたいと思います。新ニーサで10年でリタイアをするということで、新ニーサを使って20年、30年かけて資産形成できる若い方はいいのですが、50代、60代の方から10年でサクッと資産形成できませんか？ 10 年でファイヤーできませんか？このような声をいただきました。今回シミュレーションをたくさん使って解説していますので、最後まで見逃せませんよ。キラーン。冒頭にお知らせですが、ライオン兄さんの新刊新ニーサ完全攻略が10万部を突破し、読売新聞に掲載されました。こちらをご覧ください。続きまして、こちらの世界一堅実にファイヤーする米国株投資の書籍を視聴者さん全員にプレゼントしております。こちら送料も無料となっておりますので、概要欄をチェックしてみてください。今回の動画のトピックはこちらをご覧ください。まず一つ目に、10年でリタイアするための方法をシミュレーターを使って解説しています。続いて2番目に、論木島の Vlog、 こちらライオン兄さんがまさかの不運に陥っていますので、ぜひそこも楽しんでいただければと思います。そして3番目に、10年でリタイアするためには結局何に投資をするのか、オルカンや SP500、 それともレバナスやファングプラスなのか、ここについて解説をしております。そして4番目に、論木の Vlog 後半をお伝えしていきます。こちらではサーフィンの様子や現地のクラブにも行っておりますので、チェックしていただければと思います。そして5番目、最後に皆さん大好きな NVIDIA の解説をしています。この動画は4月25日に撮影していますが、最近 NVIDIA が 10% の大暴落をしました。これを受けて今後 NVIDIA 株はどうなっていくのかという分析をしていますので、最後まで動画を見ていただければと思います。動画を最後まで切らずにラッキーだったな、カカロット。ということで、早速本題に入っていきたいと思います。まず一つ目に、10年でリタイアするためのシミュレーションということで、そのシミュレーションをする前に、そもそも資産運用するためのゴールの設定をしなければなりません。こちらをご覧ください。あなたの資産運用の目的、ゴールは1億円を作りたいのか、それとも年金があるので月に15万円の資産収入があれば良いのか、ここの目的設定をしっかりと定めなければなりません。続きまして、こちらをご覧ください。例えば先ほどのように資産1億円を作る、このような高い目標を設定した場合、入金力を高めたり貯蓄率を高める必要があります。つまり未来を豊かにすることはできるかもしれませんが、現在の生活に張りがなくなる、こういったデメリットもあります。その点、例えば月に15万円の資産収入で良い、このようにハードルを低くすることにより現在も未来も豊かにすることも可能です。そしてこの時のポイントは、リタイア後の支出、固定費を下げるというのが楽にファイヤーするための一つの方法でもあります。参考になったと思った方、高評価ボタンを押しておいてくださいね。キラーン。はい、ということで目標設定ができたところでシミュレーションに入っていきたいと思います。パソコン動画を撮っておりますので、ぜひご覧ください。はい、そうしましたら、インターネットでシミュレーションサイトを検索したいんですけども、Google などで三菱 UFJ アセットマネジメントスペースシミュレーションで検索していただくと、このサイトが出てきますね。積み立て投資シミュレーションのサイトです。こちらをクリックしていきます。そうしますと、積み立て投資シミュレーション、一括投資シミュレーション、取り崩しシミュレーションと3つありますので、今回はこの取り崩しシミュレーションをクリックしていきます。そこで、リタイア後に必要な初期投資額を知りたいと、こちらですね、クリックしていきます。はい。で、取り崩し開始年齢を60歳、で、取り崩し年数を30年、取り崩し額を、じゃあ月15万円というふうに、まあ、入力していきます。で、想定リターンの方はインデックスファンドで運用すると考えれば年利 5% で、リスクも 5% と入れていきましょう。で、これで計算していきます。
そうしますと貯金だったら5400万円必要ですけども、投資の場合は2800万円で済みますよということですね。この2800万円から月に15万円取り崩すけど、残りの部分はまた年利 5% で運用されるということなので、資産が長持ちするということですね。ではこの2800万円を作るにはどうすればいいのかというのを積立投資シミュレーションで見ていきましょう。積立投資シミュレーションで毎月の積立額を知りたい、こちらですね、押していきまして、目標金額がここは2800万円ですね。そして初期投資をじゃあ仮に0円としましょう。で、積立期間がまあ10年間で、想定リターンとリスクは 5% にしましょう。こちらで計算していきます。そうしますと毎月の積立額は18万円、投資しなかった場合は23万円必要ということですけども、まあ、この18万円が重たいっていう方もいらっしゃると思います。月に15万円積み立てするのちょっときついなと。きついけども、じゃあ例えば仮に今1000万円貯金を持っていて、初期投資を例えば600万円入れれますよという場合ですと、そうしますと月々の積み立て額が11万8000円と、ちょっと軽くなるということですね。こちらご自身でカスタマイズして入力していただければ良いかなとは思います。もう少し違った取り崩しシミュレーションも見ていきたいんですけども、またこちらのね、必要な初期投資額を知りたいのところで、60歳から取り崩しを開始しますが、ちょっと30年、90歳までだとちょっと不安と、100歳ぐらいまで見ておきたいという方はですね、40年で設定します。その代わり、毎月の取り崩し額を15万円じゃなくて、まあ、年金も入ってくるし、10万円でもいいよと、こういう方もいらっしゃると思います。そうしますと、投資した場合、2100万円が必要ということですね。ではこの2100万円を作るにはどうしたらいいのかというのをシミュレーションしていきます。また積立投資シミュレーションで毎月の積立額を知りたいっていうところで、目標金額を2100万円にします。で、同じく初期投資と積立期間も設定して、そうすると7万2000円ということで、これぐらいの金額でしたらちょっとね、気持ち的に楽だということで、取り崩し金額を少なめにして長期で受け取るというパターンもあると思いますので、こちらご自身でね、いろいろシミュレーションしてみて、出口から逆算して、今どれぐらい積み立て投資が必要なのかな、初期投資が必要なのかなっていうのを設計していくのが良いのではないかと思います。皆さんも参考にしていただければと思います。バリ島から飛行機で30分でロングボク島まで来ました。YouTube ね。おお。そうそう。YouTuber になったよ。ゴンちゃん。YouTube そう。YouTube 仕事ね。人。うん。YouTube でトリップを YouTube にアップロードする。ロンボク島で1週間滞在するオレアビラリゾートに、到着しました。ちょっと行ってみましょう。ジャングルみたいですね。はい、こちらがレセプションです。はい、ということでかなりビューがいいですね。はい、ということでロンボク島で、今日から1週間7泊8日僕が泊まる部屋を紹介したいと思います。こちらですね。はい、まずはこんな感じでビューがいいですね。はい、こちらまあリビングで、まあ、キッチンとかもある感じですね。で、ソファーとテーブルがあって、冷蔵庫で、こちら部屋ですね。はい、部屋でちょっとすいません、荷物があるんですけど、こんな感じでファンがリビングと部屋の両方エアコンのファンがあって、ベッド、荷物置きがあって、ここからかなり景色がいいですね。で、こういうビラタイプはあの共同のプールじゃなくて、お部屋にプールがついてるみたいな感じですね。まあ、日本でもそういう温泉とかあると思うんですけど。で、ここが洗面所。はい、洗面所で、あそこね、お湯溜めれそうですね。まあ溜めないと思いますけど。はい、こんな感じで結構プライベートな空間っていう感じですね。はい、でトイレとシャワーがあって、こんな感じでございます。部屋が3つとかねあるお部屋
だとファミリーでも泊まりやすいと思いますので、ちなみにここのホテルで1泊1万5千円ぐらいです。夜のリビングの雰囲気です。夜もなんか雰囲気が良くて、この大自然の中、虫の声聞こえますかね。ほんともう真っ暗なんですけど、虫の声がすごいね、癒されますね本当に。はい、この辺りがロンボク島で一番栄えているクタという町ですね。僕の泊まっているオレアビラリゾートっていうホテルからもバイクでまあ5分10分ぐらいです。まあ、この辺りにですね、ご飯屋さんとか、それからまあマッサージとか、まあ、大体揃ってる感じですね。サーフショップとか、まあ、そういったのもあります。でこっちに行くとですね、海にですね、サーフィンのポイント、まあ、クタっていうポイントで、今日僕入ったんですけど、まあ、船で行くポイントなんですけどね、はい、まあ、ビーチもすぐ近くにあるという感じでございます。で移動手段はバイクですね。はい、こんな感じで僕もバイクに乗ってるんですけど、まあ一応ヘルメットをかぶらなかったら、まあ、捕まっちゃうんですよね。捕まって罰金とかがあるので、ヘルメットはかぶった方がいいですけど、まあ、バリは結構取り締まりやってますけど、ロンボク島はかなり緩いので、やっぱかぶらなくても捕まんないかなっていう気はしますけど、まあ、一応安全のためにかぶっといた方がいいかもしれないですね。でバイクのレンタル料は、まあ、こういうね、あのサーフィンのキャリアついてるやつで、まあ、1日1500円でした今回。はい、でバリに泊まってる時はサーフボードのラックなしだと1日1000円 で、友達にガイドのね、ウイさんっていうガイドに借りた時は1日500円ぐらいでした。はい、まあ、そんなこんなでちょっとまちまちですけど、まあ、だいたい1000円前後っていう感じです。なんかロンボクのクタっていうポイントに来ました。はい、ということでロンボク島で今回初のインドネシア料理を、はい、いただきます。いただきます。はい、ゴンちゃん。はい、ガイドのゴンちゃんです。はい、初めてのインドネシア料理を、僕は、まあ、ご飯かなり少なめにして辛くないやつをピックしました。まあ、このチキンが辛くないってことをお勧めされたので、まあ、これでだいたい400円ぐらいです。はい、ディナーはちょっと小綺麗なレストランに入りたいと思います。はい、ということでオーダーしたご飯が来ました。まあ、こちらのチキンがですね、だいたい1000円ぐらいで、サラダが300円ぐらい、ビンタンが300円ぐらいで、トータル1600円ぐらいですね。はい、でお店の雰囲気こんな感じです。じゃあご飯食べたいと思います。ロンボク島生活3日目にものすごい洗礼を受けました。私、下痢で病院で点滴をしてもらう、そのような状態になりました。で、ことの経緯は、2日目サーフィンした後にローカルのガイドとランチでローカルフードを食べて、まあ、その時の、まあ、チキンがちょっと赤かったと、なのでちょっと赤いところ外して食べたんですけど、まあ、そこで当たったか、もしくはディナーですね、ディナーのチキンで当たったか、もしくはちょっと僕気がね、緩んでいて、まあ、これまでバリーインドネシアに10回ぐらい来てるんですけど、当たったこと1回もなかったんですね。まあちょっとホテルが綺麗だったせいもあって、歯を磨くときに、まあ、水道水でこうゆすいでいたと、もしかしたら水で当たった可能性もありますということで、ちょっと原因はわからないんですけど、とにかく3日目の朝から下痢をしていて、でお昼ぐらいまでにもう5回ぐらい下してたんですね。で昼過ぎぐらいにガイドと待ち合わせしてサーフィン行こうかっていうことだったんですけど、もう海入んなくてよかったですね。なんか熱っぽいっていうか頭ボーっとしてきたんですね。でこれ熱出てるんじゃないかっていうことで、ガイドにちょっと病院連れて行ってほしいと、いうことで病院まで行って、そしたら熱はなかったですね。まあとにかく下痢をしていたので、下痢ってその体の水分が全部出ちゃうので脱水症状になってると、いうことで、まあ、点滴してもらって、まあ、水分とエネルギーチャージして、で、まあ、抗生物質注射で打ってもらって、こう細菌を殺すみたいなっていうことですね。で薬を、どれぐらいもらったかな、下痢止めと抗生物質、そして胃が荒れないための胃薬をもらいました。でこれだけ、点滴を大体2時間ぐらいかな、点滴2時間して薬もらって、まあ、帰ったんですけど、まあ、それで大体日本円で5万円ぐらいしました。聞いた話で、まあ、病院に海外で行って本当何十万とか100万以上とかかかった方で、保険入ってなくて実費でっていう方の話も聞いてます。
今回僕はね保険に入っていたので、まあ、保険でそのお金はね日本に帰ったらおそらく帰ってくると思うんですけど、まあ、そういったことでね海外旅行をする際には、まあ、保険に入るっていうことと、まあ、海外に行くときは水とか食事に注意しなければいけないというのが今回の教訓でございます。続きまして、10年でリタイアするためには結局何に投資をすればよいのか、こちらパソコン動画で解説しておりますので、まずはこちらをご覧ください。これ民株投資信託っていうねサイトをねちょっと使わせていただいておりますが、そうしますとこういうところに投資信託の人気ランキングっていうのがあります。ちなみにこのランキングはあまり関係ありません。この中でライオン兄さんが推奨しており、まあ、皆さんも大好きなオルカンとか SP500 こういったものもありますし、それから時々こういうね日本株 4.3 倍ブルとかねファングプラスとかこういうねリターンが大きいものもあります。でもリターンが大きいってことは逆にリスクも大きくなりますということで、ちょっと中身をねオルカンからまず見ていきたいんですけど、そうしますとオールカントリーはまあこの民株投資信託の中では値上がり益追求型っていうふうに分類されています。でここで、3ヶ月のリターンが 15%、 1年だったら 41%、 3年5年だったら 18%、 まあこういう形で、ね、どれぐらいのリターンが出たのかっていうのが、見ることができます。続いて、eMAXIS SLIM の SP500、 こちらも同じく値上がり益追求型ということで紹介されています。 SP500 はオルカンより若干リターンが高めで3ヶ月で 17%、 1年で 49%、 3年で 23%、 5年で 22% となっております。基本的には60代50代の方は、まあ、オルカンか SP500 がまあ無難なんではないかなと思います。でリターンだけ見ていくと、例えばアイフリーレバレッジナスダック100、はい、これ見ていきますと、積極値上がり益追求型っていう風に紹介されています。で3ヶ月が 12% で、1年だと 72%、 3年だと 12%、 5年だと 29% ということで、ちょっとばらつきがありますね。5年のリターンは SP500 よりも高くなってますが、でも3ヶ月はオルカンや SP500実は負けていたりするんですね。続いて、人気のファングプラスインデックスですね。このファングプラスっていうのは今人気の、ガーファムプラス NVIDIA テスラ、いわゆるマグニフィセント7、まあ、その他3銘柄のハイテク株ですね、合計10銘柄の大型ハイテク株で構成されるような超積極攻めのインデックスですね。こちらも積極値上がり益追求型っていうふうに紹介されています。はい、そうしますと3ヶ月のリターンが 21%で、1年が 86%、 3年が 28%、 5年が 38% ということで、オルカンや SP500 よりもリターンが 10% 以上も高いので、一見この銘柄すごくよく見えますね。ただリターンだけで考えてはいけないということですね。例えばこのトリプル Q っていうのはナスダックに連動した ETF です。そうしますと120ドルからドットコムバブルで20ドルまで大暴落をしたんですね。でそこから株価が2000年のピークまで回復するのに16年もかかったということですね。この間米国株 S&P500 はどうだったのかっていうと、2008年頃に一旦回復してるんですよ。一旦回復してからリーマンショックが来てるんですけど、まあ、この間ですね、ナスダックはずっと低迷していたということです。株価の下がりも半端じゃなかったと。S&P500 とかは半分ぐらいになったんですけど、ナスダック10分の1近くまで下がってるということで、これぐらい暴落したんだよっていうことで、ファングプラスとか、ね、レバナスみたいにリターンだけ高ければいいっていうことではないと。いうことですね。リターンが高いってことはそれだけリスクも高くなるということです。なのでそのあたりを考えて投資していく銘柄っていうのを考えなければいけないということですね。基本的にはやはり米国株式の S&P500 とか全世界株式のオールカントリーっていうのが一応無難ではあるとは思うんですけど、ただ株式だけに集中するというのもあります。このように GPIF は株式と債券にも分散しているということで、50代以降の資産運用は投資信託はやっていくものはね、オルカンとか SP500 でもいいかもしれないですけど、ただ株式だけに集中するっていうのは考えものなので、ご自身で債券とかコモディティ、それから暗号資産などに分散できる方はそのようにカスタマイズしていただければいいと思うんですけど、自分でちょっとね、分散するのが大変っていう方は、バランスファンドを買うっていうのも一つの手段です。はい。そうしますと、まあ、こちらはね、国内国外の株式、それから債券、リートなど8資産に均等に分散投資がすることができます。ただリターンは確かに物足りないものがあるということですね。3ヶ月で 7%、 3年で 8%、 5年でも 8% っていうことなので、
リターンは確かに低いですけど、その代わりリスクも分散されていると、いうことで、まあ、この資産均等とかはですね、まあ、資産がそれなりに大きい方ですね、数千万円あって、これを運用していきたいっていう方には向いていますということですね。資産形成層の数百万円からちょっと資産形成していきたいっていう方は、まあ、オルカン SP500 っていうのがおすすめになります。10年という短い期間しかないから、早く資産形成したいという気持ちのあまり、ファングプラスやレバナスなどに積み立てするのは個人的にはおすすめではありません。おすすめではないんですが、やってはいけないということではないので、もしやるのであればポートフォリオのコアではなくサテライトでやっていくのが良いのではないかと思います。ぜひ参考にしてみてください。はい、ということでパソコン動画を見ていただきましたが、いかがだったでしょうか。ここでポイントを整理していきたいと思います。まず一つ目、シミュレーターを使って出口から逆算して計算していく。二つ目に、過度に高いリターンは狙わない。30代、40代前半の若い方たちと違い、50代、60代以降の方は投資できる期間が短いために、もし大きく損失を出してしまうと取り返す時間がありません。よってナスダックやファングプラスなどのハイリスクハイリターンな商品は避けた方が無難です。かといって絶対に投資してはいけないというわけではありません。もし投資するなら、コアサテライト戦略のサテライト部分で投資していくのが良いでしょう。ただしその際には金融知識が必要となりますので、金融知識について学びたいという方は概要欄から米国株無料オンラインセミナーにご参加ください。結局のところ、10年で資産形成をするためには、資産形成層の方にとっては、SP500 やオルカンがおすすめではあります。ただし、SP500 やオルカンにもリスクはあります。こちらをご覧ください。SP500 やオルカンは、過去の実績は素晴らしいものですが、これらは万能ではありません。特に考えるべきは、米ドルの暴落リスクです。アメリカがもし直接的な戦争に巻き込まれたりすると、米ドルが暴落する可能性があります。そうなってしまうと、米国株 100% の S&P500 や、米国株 60% のオルカンだけに集中投資をしていると、終わったになってしまう可能性もあります。よって、対策としては株式以外のアセットにも広く分散投資をしましょう。自分でカスタマイズして分散投資ができない方はリターンは低くなりますが、バランスファンドを検討してみてください。なお、自分でポートフォリオを組めるようになりたいという方は、そういう方にとってライオン兄さんの米国株無料オンラインセミナーを開催しております。ご興味ある方は概要欄からご参加ください。50代、60代の方が10年以内に資産形成してファイヤーするために取っていくべき戦略は、基本的には積み立て投資です。ただし相場が暴落した時に最良で一括投資できると資産形成のスピードは早まります。こちらをご覧ください。このようにライオン兄さんのマネースクール FFC でファイヤーを達成した人たちは、暴落した時に最良で一括投資した人たちです。ちなみに米国株の絶好の投資チャンスは S&P500 の PR13 倍と考えています。こちらをご覧ください。ライオン兄さんはこの S&P500 の PR を日々チェックしておりますので、絶好の買い場が来た時には公式 LINE メルマガで速報を出しますので、概要欄から登録しておいてください。それではこの後はロンボク島の Vlog 後半と、最後に NVIDIA の解説をします。最後まで見逃せませんよ。キラン。パーフェクトに綺麗な美しいビーチです。エカフポイントでサーフィンをして、そして無人島なんですかね、このビーチで、ちょっと昼ご飯を食べてチルして、でまたクタの街に戻るというツアーです。はい、ロンボクのガイドに連れてきてもらいました。サーフショップに来ました。ショートボードはファイゼルとか売ってまして、
これ興味あるのはこれクリステンソンのツインですね。クリステンソンのツインが、まあ、大体10万円ぐらい買えちゃうんですよ。結構安いですね。はい、安いですね。はい、インドネシア用に1本買って日本で乗らずにこっちに置いとこうかな。はい、こんな感じです。またバリでもチャングーでサーフショップ紹介したいと思います。ロンボク最終日、朝5時半起きで来たんですけど、まさかの朝1から温床は今日でちょっぴーなので、今日はもう最後ノーサーフでリラックスしてバリに戻りたいと思います。今回ロンボクでガイドでお世話になったゴンちゃんです。はい、ゴンです。サーフィンガイド、サーフィンのサーフガイド、うん、日本語はちょっとだけ。そうね、日本語わかるし英語もできるんで、はい、概要欄にインスタグラム、ゴンちゃんのインスタ貼っとくんで、メッセージは英語で、実際に会ったら日本語通じるんで、はい、サーフィンのいろんなポイントを連れてってくれるんで、あとは何だったっけ、ザナドゥサーフヨガ、うん、で、仕事してますので、それもインスタ概要欄に貼っておきますので、かわいいヨーロピアンのサーファーガールがいっぱい乗ってるんで、ぜひチェックしてみてください。じゃあね、ロンボクありがとう。ロンボク最高、イエーイ、またね。それでは皆さん、お待たせしました。 NVIDIA の分析をしていきたいと思います。この動画の撮影が4月25日ですが、ここまでに起こったことを最初に整理していきたいと思います。まず台湾の TSMC が決算を発表し、今後の半導体の需要が下振れるという発表をしました。これを受けて NVIDIA 株は1日で 10% の暴落、時価総額30億円を吹っ飛ばす、このような出来事がありました。その後に中東の地政学リスクの懸念が後退し、株価は一旦反発をしました。しかしメタプラットフォームズが決算で今後の売上高が下がるという見通しを発表したことにより、メタプラットフォームズは時間外で 18% の大暴落、それを受けて NVIDIA 株も再び下落をしています。チャートで確認していきましょう。こちらをご覧ください。そうしますと、ライオン兄さんの前回動画でも解説した通り、この三尊天井のネックラインを割り込むと下に値が走りますよと言ったその通りに、1日で 10% の大陰線の暴落をつけました。そこから株価は反発しましたが、50日移動平均線に抑えられて再び下落しています。なお NVIDIA の決算は5月末となっているので1ヶ月ぐらい時間が空きますが、ここで再び紙決算を出すと50日線を上回って上昇していく可能性もありますし、失望売りになった場合はもしかしたら200日移動平均線の600ドルあたりを目指す可能性もあります。続きましてこちらをご覧ください。こちらは2022年に大幅な利上げを行った時の NVIDIA 株の推移です。2021年の高値の346ドルから2022年10月の底値106ドルまで、なんと株価が3分の1まで大暴落しました。ということで成長株は良くも悪くもボラティリティが大きいです。暴落を受け入れられないようであれば、このようなボラティリティの大きい銘柄には投資をしないことです。そして NVIDIA や半導体の需要がまだまだ伸びるかもしれないですし、今が天井でここからかなりの苦しい相場になる可能性もあります。 SNS やインターネットの情報はあくまで参考程度にして、自己責任自己判断のもと投資するようにしてください。ということで今回の動画は以上にしたいと思います。よかったと思われた方は高評価ボタンとチャンネル登録、そして新着動画を逃さないために通知ボタンの登録をしておいてください。次回の動画ではバリ島のチャングーエリアでビーチクラブに行っておりますので、そちらの内容もお楽しみにください。みんなで頑張ってファイヤーしましょう。最後までご視聴ありがとうございました。